どうも、タカチャンネルのタカです。皆さん、お元気してましたでしょうか？僕のチャンネルでは、ちょっと新しいガジェットやリュック、そういったものをご紹介させていただいているチャンネルです。このように、再生リストをまとめさせていただいておりますので、ぜひですね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。はい。本日ですけども、皆さんにお聞きしたいんですけど、近年のサブスクリプション市場が成長しているのはご存知でしょうか？はい。サブスクリプションっていうと、どういったものがあるかっていうと、簡単なものであれば、Hulu だったりとか、Netflix だったりとか、その他で言うと、最近だとね、おもちゃのサブスクだったりとか、コーヒーのサブスクだったり、家電のサブスクだったりとですね、いわゆる月額料金を払って、サービスを得るっていう形で、昔だったら買わなきゃ何かしらこう家電の体験とか、映画の体験だったりとか、そういういろんなものが体験できなかったんだけど、月額払えば、その分ね、その月の間に何個までとか、無制限っていう形でサービスや、それこそね、感動を体験できるっていうのがサブスクというものになっております。大手企業が続々と現在このサブスクっていうのはですね参入していて、市場規模としてはだいたい1兆円ぐらいかなっていうふうに言われてるんですよね。で、そんな中大型インフラ企業の大阪ガスさんがですね、スマイリンクというですねサブスク型のプラットフォームサービスをですね、開発されまして、で、今回はですねそのスマイリンクっていうやつをですね利用した上で、実際にこの概要だったりとか、あとはですね利用できるサービスの全般っていうのをですね詳しく僕の方で解説していければなと思っております。はい。で、まず皆さんスマイリンクお聞きになったことございますでしょうか？僕自身はね今現在東京に住んでいるので、関東の視聴者さんからしたらあんまり聞き馴染みはないかもしれないんだけども、もしかしたら関西に住まれてる方だったらね、あの大阪ガスさんなんだっていう風に思ってくれるかもしれません。で、そのスマイリンクってやつをまずご説明させていただくとですね、スマイリンクは大手インフラ企業の大阪ガスさんが2022年の8月にですね、開始した暮らしのデジタルプラットフォームという形になっておりまして、今回のこの TV スティックのですね、スマイリンクの機能っていうところをもう少し詳しくするとこのスライドのような形になっていて、大きく分けると4つに分かれています。例えばお買い物、そして暮らしサポート、で、メディカルサポート、で、あとは幅広い動画エンタメとかを見ることができるっていうところ。まず一つのポイントとして、スマイリンクの機能の一つ、お買い物ができるっていうところです。はい。皆さん、スマホで買い物、ネットで買い物、当たり前ですよね。だけど、Android TV とか、それこそ最近だとよくあるようなサブスクリプションを体感できる製品、そういった製品でテレビで買い物っていうのをしたことはございますでしょうか？ないっていう方がほとんどだと思います。もちろん僕もないです。はい。今回のこの大阪ガスが広めている TV スティックを使用すればですね、そのテレビで買い物っていうのもできます。で、一応これに関しては Amazon とかそういうところで買えるっていうわけではなくてですね、はい、大阪ガスが、厳選した商品を購入できるセレクトショップっていうのがこの中に入っておりまして、 TV スティックの中にそこから購入できるっていうイメージです。 Amazon や楽天市場のような、ショッピングサイトでは無数の商品があって便利ではあるんですけども、一方選択肢が多すぎてなかなか選びにくいっていう人もいらっしゃると思います。はい。その点このスマイリンクの中に入ってるですね、商品に関しては数こそは楽天とかアマゾンにはもちろんかなわないんですけども、その分ですね大阪ガスが厳選した商品を提供することで商品を選ぶストレスから、解放されるっていうところが利点に挙げられます。で、中にはスマイリンクでしか買えない製品っていうのもあるので、後ほどテレビにつないでですね実際皆さんと一緒にこの買い物体験をしていこうかなと思うので、そこら辺のところもですねぜひ重視して見ていただければなと思います。はい。で、次がこのスマイリンクの機能のもう一つの目玉である暮らしサポートというものになっております。これはガス機器周りや水周りの修理、エアコン修理、およびですねハウスクリーニングなどですね、困った時に電話一本で利用できる住方サービスっていう形になっております。で、同サービスは大阪ガスおよび大阪ガスのサービスチェーンが提供する有料のサービスになっておりまして、これは残念ながら関西圏に住まわれて、大阪ガスが利用できるエリアじゃないとですねどうしてもいけないので、ここはちょっと関東の人はデメリットかなっていうところではあるんですけども、関西の人はですねテレビにつけたそのデバイスから、いつでも困った時にですね修理依頼とか、困った時の解決策っていうのを、電話して相談ができるので、そういう意味では大阪の人はめっちゃ得やで。うん。
はい、特に手厚い保証としては動画エンタメところも結構対応のメディアっていうのは多いんですけども、メディカルサポート24っていうのがですね結構いいんじゃないかなと思っていて、少し詳しく説明させていただくと、電話相談、訪問診察、オンライン診療とか、そういったところがですね今回のこれを契約いただければ使用することが可能です。例えば電話相談なんだけど、電話相談が365日24時間受け付けていて、夜間休日の病院がやってない時間帯とかもこれ可能なので、いつ、まあお腹が痛くなって、いつ病気が、まあ発症したりとかって皆さんわかんない、そういう緊急性がある時にもまあこう対応ができるっていうのがすごいいいかなと思います。でまた医療知識のある看護師さんが、まあこう対応してくれるので、自分がこうかなと思って間違った、いわゆる病院に行くこともないっていうところでは、まあすぐにね自分が行くべきところを、まあ教えてくれるってところもいいところですし、これ何度利用しても無料なので、そこも結構安心感が高いんじゃないかなというふうに思います。さらには訪問診療とかに関しても、夜間休日の病院がやってない時間帯に医師が駆けつけて診察とかその場で薬とかを、届けてくれることもできますし、スマイリングからだと出張費が無料になるので、通常ね、まあこうお医者さんとかに、まあこう出張とかを依頼するとですね、出張費っていうのは基本払わなきゃいけないんですよ。けどここがいらないっていうところはすごいポイントが高いかな。かかるのは保険適用の診察費のみになるので、結構安上がりっていうところでは、まあ対応地域に住んでるですね、お年寄りの方とかは結構ここら辺のサービスはね、手厚いんじゃないかなと思っています。はい。で、訪問診察の内容及びエリアの詳細に関してはですね、僕の概要欄にですね、載せておりますので、そこもちょっと一回見ていただければと思います。オンライン診察っていうところもこれ一応可能になっていて、例えば365日24時間ですね、お医者さんにオンラインにて診察とかそういったところもしていただけたり、最短1時間でですね、このエリア限定にはなるんですけど薬を届けてくれたり、自宅でこう PCR の検査とかも可能になっているので、まあ昨今ね流行り病とかも結構ね、皆さん気にされると思うので、そこら辺もね結構、嬉しい手厚い保証になってるんじゃないでしょうか。このスマイリックの TV スティックを利用するプランっていうのが390円以外にもあるので、まあ後ほどまたそこに関しては詳しくご説明させていただくんですけど、今現在ね、ネットフリックスとか入られてる方、もしくは入ろうと検討してる方はですね、今後その料金体系を聞いていただいた後ですね、もしかしたら今入ってるプランよりも今入ってるプランをのし替えることでですね、結構メリットが多いかもしれません。じゃあ早速ですね、この、スマイリンク TV スティックってやつをですね詳しく見ていきましょう。はい、スマイリンク TV スティックなんですけども、こちらになっております。はい、こんな感じになっていて、まあ主にですね、 Chromecast Built In Bluetooth HDMI と、まあそれぞれが使える形になっていて、まあ簡単に言えばですね、テレビに差し込めばそのサービスを受けれるような、まあ最近よくあるですね、まあサブスクリプションデバイスの一つになっております。はい、こういう風に開けていただくとこんな感じになっていて、こっちが本体ですね。で、ここにタイプ C があるので、タイプ C の、ケーブルを差し込んでいただいて、 HDMI を、モニターだったりとかテレビに、差し込むだけで、まあ、そのサービスが受けれるといった感じで、これが専用のリモコンになっていて、このリモコンもね結構使いやすそうだよ。うん、よくあるリモコンとは違ってですね、こんな感じでですね、一応音声検索もできそうだし、あとボリュームとかも制御しやすそうだし、なんといってもいいかね、ここに YouTube だったりとか、プライムビデオ、Unext、Netflix のボタンがあるので、これを押せば直でそこに行けるっていうところは結構ポイント高いなって思います。はい。で、付属品としてはこんな感じになっていて、タイプ C のケーブルが、1個ついてきますね。うん。で、タイプ C のケーブルなんだけど、これ一応無線で多分つながる形になってると思うんだけど、ここにイーサネットもあるので、もう少し電波をね、こう強く回線途切れたくさしたくないよっていう人は、ここに繋いでもいいかなって感じですね。はい。で、あと、ここ地味に嬉しいな、これ。単4電池が元からついているっていうところなので、別途電池買いに行かなくていいっていうところはかなりいいかなと思います。はい、
で、電池も入れていただいたらこんな感じですね。実際セットとしてはぶっちゃけこんな感じで、結構付属品もスマートになっているので余計なものがないのはいいですね。はい。で、プラグに関しても結構しっかりしたいい作りをしているので、断線とかもしにくそうです。はい。で、一応このスマイリンク TV スティックについて皆さんに詳しくご説明させていただきましょう。はい。スマイリンク TV スティックっていうのは、まあ、自宅のテレビやモニターに接続するだけで、お買い物、暮らしサポート、メディカルサポート24の3つの機能に加えて、Netflix とか YouTube などの動画エンタメコンテンツを楽しめる商品になっております。はい。で、スマイリンク TV スティックの料金プラン、ここが先ほど言ったですね、Netflix 入っている人とか、そういう人にはですね、かなり、まあ、乗り換えるメリットっていうのがある製品になっていまして、ちょっと料金体系こう見ていただきたいんですが、こんな感じになってるんですよ。はい。主にですね、シンプルプランっていうのが先ほど言った、これを使うためだけの月額390円になっているんですけども、それ以外にですね、Netflix プレミアムプラン、もしくは Netflix スタンダードプランっていうのがあって、Netflix と一緒に入ることによってですね、これを無料でね、使えるっていうところがいいんですよね。なので、普段スマホで Netflix をスタンダードプランとかプレミアムプランで入られてる方、もしいらっしゃればですね、これと同時に、頼むことによって、テレビでも大画面で迫力で、Netflix の映画だったりエンタメっていうのを見ることができるので、ここが結構いいんじゃないかなと思いました。はい。それではですね、早速なんですけど、このスマイリンク TV スティックってやつを、使っていければなと思います。早速なんですけど、つけていきましょう。まあ、こういう感じでね、タイプ C でこの本体と繋いでいただいて、電源オンにするとここがね、光ります。なので、あとはこれを HDMI の端子に繋げていただければ使用ができるといった感じです。接続していただくと、こういう感じになっていて、Android TV っていうのが出てきます。はい。これがスマイリンクの、まあ、ホーム画面におります。結構ね、使いやすそうなインターフェースだよ。うん。まず左からネットフリックスでしょ、プライムビデオでしょ、ユーネクストでしょ、 YouTube、ダズーン、Google プレイ、アベマ、Google プレイストア、ディズニープラス、スターや TVer、FOD、Hulu 入ってるし、ほとんどやりたいことっていうのは、まずホーム画面に配置されてますね。今回のこの、スマイリンク TV スティックのなんといっても、目玉としてはテレビで買い物、暮らしのサポート、メディカルサポートっていうのが受けれるっていうところになっていて、まず買い物から見ていこうか。買い物見ていきましょう。買い物としてはこんな感じになっていて、まあ、下の部分をこうね、押すと、こっからここに移動できるんだよね。で、左、上から新着おすすめだったりとか、売れ筋、あと店舗ごとでこう調べたりとかもできるみたいだね。コカ・コーラとか、アイリス・オーヤマとか、吉野家さんとか、あとは、そうね、まあ、ジャパンネクストさんとか、格安さんとかもあんだ。うん、店舗数としてはまだまだ少ないかなっていう印象はあるもの、もアイリス大山とかこういうところが入ってるから、家具とかそういうのもあるのかなって感じだね。で、値段的なところで言うとどうなんだろうな。値段はちょっと若干高いものもありつつ、まあこういう、まあいわゆるですね、ケーブルみたいな安いものとかもあるって感じか。うん。Amazon とそんなに値段的なところは変わんないかな。うん。で、お得なキャンペーンとかも実施してるみたいで、3000円で買えるような、まあいわゆるキャンペーンとかもあるんで、今回ね、これとかハムとかさ、もうソールドアウトになってるけど、このハム3000円とかさ、この、カツオのたたき3000円とか、ここら辺はさ、使う人からしたらいいんじゃない？安く買えてるかなって感じがしますよ。はい。例えばこういうシャワーヘッドとかだって3000円でこういう良さそうなやつとかあんまないじゃん。うん。だからここら辺のところはあれだね。うん。安いものもあるかなって感じだね。で、テレビとかこういうモニター上で実際にもう購入へ進むってやつを押してあげれば、もうこのまま購入ページとかに移動する感じになるので、うん、決済とかも、登録しておいたね、クレジットカードとかで買うこともできるっていうところでは、リモコンで買うっていう動作をわりかし僕はね、悪くないなと思いますよ。はい。で、お酒とかも結構種類多いから、それこそまあこういうお酒飲まない人とかこういうさ、カフェオレとかビトーとかもあるし、生活
用品も結構多めだから、アマゾンより選びやすいかもしんないね。うん。で、一応こういうさ、モニターとかもジャパンネクストさんのやつがあるから、うん。ジャパンネクストさんって結構ね、こうゲーミングだったりとか、それこそリフレッシュレートが高い、まあ、いわゆるモニターとかを排出してるところなんだけど、そういうのもね、こういう風に買えるっていうところでは、うん。僕的には厳選されてるからこそ、商品が選びやすいなとは感じました。はい。で、まあ、商品点数が少ないからね、確実に自分が欲しいものが見つかるかっていうと、ちょっとそれはわかんないけども、うん、あくまでも僕的にはね、こう買い物はしやすいなって感じがしますね。はい。で、全体的にはグルメが結構多くて、それこそなんかこう、ガジェット系とかそういうのはあんまない感じかな。はい。デバイスとしては、まあ、こういう感じのさ、まあ、いわゆる家電、白物家電とかいくつかアイリスオーヤマとかから出てるやつとかも含めて、まあ、あるけども、それでもま、他のものはあんまないかな。うん。だからイヤホンとかああいうのを探してる人は、これでは買えないかなって感じだね。はい。一応暮らしのサポートっていうのはこういう感じだね。大阪ガスのものを使っていたりとかすれば、ガス機器の修理だったりとか、水回りの修理、住まいの修理、エアコン修理、ハウスクリーニング、ダスキン暮らし応援メニューとか、パソコンの IoT 機器トラブルとかも、対応してくれるみたいだから、うん、ここら辺のところもし使う人がいれば、使ってみるのもいいかもしれない。うん。一応、使い方としては、ここでなんかこう申し込むっていうよりは、それぞれね、例えばこういう風にガス機器の修理だったら、ここのページを開いて、で、グッドライフコールに相談するっていうところで、ここで電話をするっていう感じのイメージかな。うん。特にここから何かなんかこうあれだね、注文ページとか、こう予約ページに行くっていう感じじゃないので、ここはそうだね、うん、思ったよりもやっぱ電話と一緒に、使うって感じか。あ、まあ、いわゆる電話で、スマホとかで、こういうのってどこに電話すりゃいいんだっけっていうのを探さなくていいっていう感じの、まあ、イメージかな。で、次がメディカルサポートってやつね。はい。メディカルサポートはこんな感じになっていて、まあ、主に夜間休日の気になる体調不良でも、まあ、こう電話することで、まあ、安心にこう医療をね、受けれるよっていう感じのものだ。これも同じく、携帯と一緒に、まあ、いわゆる、駆使していただく形になっていて、24時間365日相談できるフリーダイヤルと、まあ、それにつながった後のですね、パスワードっていうのをですね、入力することで、カウンセラーに相談したりとか、訪問診療の依頼っていうのを、まあ、こう、スマイリンク特典を使ってですね、まあ、依頼できるっていう感じだ。一応こう、PCR 検査も実施してくれたりとか、医師の感染対策万全だったりとかはするし、まあ、対応可能な症状の一例としてもこれだけね、発熱だったりとか、松葉杖が必要になった時とか、やけどやじんましん、傷の、まあ、いわゆる縫うと切れた傷の縫ったりとか、点滴とか注射とか、結構いろいろやってくれることは多そうだから、うん、個人的にはね、うん、いいんじゃないかな。で、対応エリア、一応これ大阪府だけここ出てるけど、まあ、ウェブページ上を見ていただいたら全国的にもですね、少しは広がってはいる形になっているので、まあ、関東の人もこれは一応依頼はできるので、ご安心ください。はい。で、まあ、そうだね。結構こう、万能に対応してくれるなって感じがするので、個人的にまあ、病気した時にどこに電話すりゃいいんだっけって結構皆さんね、やっぱ病気した直後って、なんかこう調べるの辛かったりとか、あとは、あたふたしてね、なかなか正しい情報を拾いに行くことができないってこともあると思うので、それはいいかな。うん。あとはまあ、こういうカウンセラーに相談ができるっていうところから、まあ、そうですね。自分の体調が、悪いんだけど、どこ行きゃいいかっていうのとか、そういうのもね、相談できるっていうのは気軽にできるっていう意味でもいいですね。はい。まあ、その他に関しては、まあ、ネットフリックスとか、プライムビデオなので、まあ、普通の Android TV と使えることとしてはほぼ変わらないかなって感じですね。はい。ネットフリックスも、まあ、こういう風に押してあげると起動する形になっていて、で、もうあとはね、自分が、持ってるアカウントとか、それこそ今回この、スマリンク TV スティックをね、買うときに発行したアカウントで、入っていただくことも可能なので、うん。まあ、こういうところはですね、Android TV と、何一つ変わんないです。
はい。で、結構ここら辺のね、反応速度に関しても結構早いなって感じがしているので、個人的には全然ストレスは感じないですね。Google を起動させたい場合は、この Google ボタンを押してあげると、Google アシスタントが起動するって形なので、まあ、なんかあればこう、自分で音声入力っていうのもできます。で、ボリュームを上げたり下げたりもここでできるので、モニター自体の音量調整っていうよりはこの、TV スティック自体の音量調整で、いろいろ変えれるので、ここは結構便利かなって感じがしますね。はい。で、ホームに戻るときはこういう感じでホームボタンを押してあげればいいだけなので、結構ここら辺は使いやすそうだね。うん。このショッピングバッグってなんだろう、これを押してあげると、あ、ショッピングバッグを押すと自動的にここの買い物欄に行くんだ。なので欲しいなって思ったときにこのリモコンでここにね行けるっていうのは結構便利かなって感じがしますね。はい。じゃあ最後まとめの方に入りたいと思います。まとめていきましょう。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回は、大阪ガスが提供するスマイリンクっていうところのサービスをご紹介させていただきました。個人的には結構使いやすいなと思っていて、まあ、まだまだ開発途中ではあるかなって思うところのサービスもいくつかはあるけども、まあ、あったら便利だなって思うものもありました。例えば買い物、あとは、まあ、24時間サポートっていうところもあって、例えばね、買い物に関しては Amazon よりも、まあ、こう食品系とか、それこそ飲み物っていうのが、ね、結構強いなって思っていて、調べる手間が省けるのは結構いいかなと思います。24時間サポートに関しては、まあ、こう医療とかそういったところに関して自分がかかるべき、まあ、サポートっていうところが分かりやすかったので、本来であればテレビからもこう予約ができればもっといいんだけども、病気の時ってなかなかこう調べるのしんどいし、正しい知識を得れる選択っていうのができないと思うんだよね。なのでそういう意味では、まあ、少しでもね自分がしんどい時のサポートにはなるんじゃないかなって思いました。はい。映像っていうところが、ホーム画面から見ても結構綺麗だなと思っていて、僕の、今回映したモニターっていうのはですね、決して 4K 対応テレビとかではございません。なんですけど、4K ウルトラ HD に対応したこの、TV スティックはですね、結構この発色っていうところも結構綺麗だなって感じたのと、あと動きっていうところがあんまりもっさりしていないので結構使いやすいなっていう風に感じました。はい。なので、今持ってるテレビが Android テレビではない人っていうのはこれをセットにして使うことで、結構ここら辺のところね、まあ普段の生活にエンタメ要素とかそういったのが加わって楽しくなるんじゃないかなっていう風に感じました。はい。で、ちょっとここからですね、よくある質問とか、注意点っていうところをご紹介させていただければなって思うんですけど、主にスマイリンクの注意点っていうのは3つございます。まず1つ目が、使うにはこれマイ大阪ガスに加入する必要性がございます。で、マイ大阪ガスに関してなんですけども、これ自体は無料で利用することができます。で、大阪ガスのガスや電気を利用してなくても、アカウント自体は登録は可能なので、必ず使用前に登録はしてみてください。で、スマイリンクのサービスのうち、お買い物やスマイリンク TV スティックの機能は全国で利用で可能なんですけども、暮らしサポートとかメディカルサポート24ってやつに関しては、まあ、訪問を要するものに関しては、近畿圏の一部、もしくは関東圏の一部しか対応していないので、そこら辺のところもですね、ぜひ自分が利用する、エリアが対応かっていうのは、ちょっと見といた方がいいかなと思います。はい。で、あとはですね、なんといっても、スマイリング TV スティック自体が2年以内に解約した場合、解約手数料がかかってしまうってところが、あるので、そこだけご注意いただければと思います。買い切りのものとは違って、今回はサブスクになっているので、あくまでも2年以内にやめてしまった場合は、解約事務手数料2200円がどうしてもかかるので、そこはね、結構もったいない金額かなというふうに僕の方では思うので、2年以降にですね、ぜひこちら解約いただければなと思います。はい。まあ、単純にね、 Amazon プライムとか Netflix を見る用のデバイスとして使う場合ですね、2年以上使っていただくことがほとんどだと思うので、まあ、個人的にはまあ、2年以内に辞めるってことはほぼないのかなって感じがしました。やっぱりね、スマホとかああいう小さいもので見るよりも大きいモニターとかテレビとか、それこそプロジェクターで見る方が圧倒的にやっぱりこう迫力っていうのは違うので、ぜひ皆さんこの大きい画面で映画を見るっていう
体験はぜひしていただいたらなっていうふうに思います。はい、あとは、ここで補足なんですけども、解約手数料の、話今タカさんがしてると思うんですが、これね2ヶ月無料期間中での、解約に関してはですね、解約手数料が不要になる形になってますので、ぜひですねこの機会にですね、ちょっと試していただくのはすごいお得なんじゃないかなっていうふうに思います。あとはよくある質問っていうところをご紹介させていただくと、まずはスマイリンクの利用は有料ですかっていう質問なんですけども、これに関しては基本的にアカウント登録は全て無料です。ただし有料コンテンツだったりとか商品購入に関しては、こちら有料になるのでそこだけご注意ください。で、大阪ガスのガス電気を契約してなくても、こちらスマイリンクを利用できるかっていうところなんですけども、これに関しても先ほど申し上げたようにですね、一応大阪ガスのガス及び電気をご契約でなくても使える形になるのでご安心ください。なのでネットフリックスを単純に使いたいけどこういったテレビスティックっていうやつも、気になるっていう人はですね、ネットフリックスを利用するっていうだけでも使っていただくのもいいかなと思います。はい。で、スマイリンクで商品を購入した際の請求はどうなりますかっていうところなんですけども、これに関しては大阪ガスの電気とか、それこそガス料金と合算されるわけではございません。これを利用するにあたり、まあ、クレジットカードを登録するっていうようなフローもあるんですけど、そこを登録しておけばですね、まあ、基本的に購入とか買い物ができる形になっているので、登録されたクレジットカードに請求が行くっていうような感じです。はい。で、すでにネットフリックスを、利用していて、今回のこのスマイリンク TV スティックのネットフリックスプランに、まあ、いわゆる切り替えっていうのはできるのかっていうところなんですけども、これに関しても一応切り替えは可能です。はい。スマイリンク TV スティックのネットフリックスプランってやつがあるので、それを申し込んだ後にネットフリックスの有効化案内メールが届くんですよね。で、ネットフリックスのアカウントと連携をいただくと、以降は大阪ガスからの請求っていう形になってきます。はい。いかがだったでしょうか。今回ね、こちらの TV スティック、お年寄りの方から最近の若者の方なんでもですね、使いやすいですね。また、新しい形のですね、テレビスティックかなというふうに今回感じました。はい。ぜひ皆様ですね、単純にネットフリックスを楽しみたい。あとは病気にかかった時の少しでもこうサポートっていうのを、まあ、手厚く、自分の中で固めておきたいとかそういうふうに思われている方はですね、こちらの大阪ガスが提供するサブスクリプション、ぜひ皆さん体感してみてはいかがでしょうか。はい、ぜひ皆さん、こちらの、スマイリンク興味がある方は僕の概要欄から申し込んでみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー。